朝かー、いて焼き痛い、焼き痛すぎて全然寝られなかった。よし、はい、皆さんおはようございます。じゃあちょっと今日は家族でキャンプ行くみたいなんで、ちょっとそれに向けての準備とかいろいろしていこうかなと思います。目オッケー、鼻オッケー、口オッケー、体オッケー、頑張れ。はい、じゃあ振っていきます。シェイキングタイム。あー、めっちゃ入った。はい、じゃあちょっと今日もね、わらせたら朝ごはん作ろうと思うんですけど、ちょっと今日も孫を使ってみたいなって思います。はい、完成しました。はい、こちらがね、本日の朝飯ですね。はい、じゃあそれでは食べてみたいと思います。いきます。はい、完食しました。ごちそうさまです。じゃあ早速用意して、もうキャンプの方に向かっていきたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。はい、じゃあちょっとご飯屋さん着いたんで、ちょっといろいろ買っていこうなと思います。イカのやつありますか、さっきのイカのやつってありますか。ありがとうございます。500円ですけど。はい、ありがとうございます。買いました。はい、でかっ。こんばんは。うまっ。はい、完食しました。ごちそうさまです。ごちそうさ。松本ひとし。めっちゃ汚いし、めっちゃ噛んでる。水どんくらいマシで。はい、じゃあちょっと水上トレーニング行ってきたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。滑った。気持ちいい、最高っす。やつだ。お前さ。いっぱいあったって。でもこんくらいかけたいって言って俺は。これだ、無理。前にと上に飛んでいけるけど、前に飛ばの下にはあるから、絶対一回映してこれ下の岩。こんな感じ、こんな感じ、下に岩あるから。危ない。ダッサーダッサー。みんなでナイスアーチ。Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane.
勝ちました。じゃあちょっとね、この後今からご飯あるんで、運動後のご飯は楽しみなんで、じゃあそれに向けてやっていきたいと思います。はい、じゃあちょっとめっちゃいい坂見つけたんで、もうこんな最高なトレーニングの場所でトレーニングしないのはもったいないんで、早速やっていきたいと思います。変わってると思うで、さすがにほぼ90度。それは言い過ぎやな。あー、勝った勝ったぞ。気持ちいい。ごめん、取れてなかった。やっぱ俺できることやってもいいな。クルーだ。オッケー。完璧。今の気持ち。さあ、何も言えねえ。あ、もう言えない。あ、次。こちらが本日の俺らのマイハウス。俺らの住処で。オープン。うお。めっちゃいい感じやん。では、じゃあここで寝させていただきます。それでまた会いましょう。チャオ。食べてくい。気になる。気になるな。えぐ。気になる。それでは食べていく。それじゃあ美味しくな。はい、こちらがね、本日の晩飯ですね。やっぱオフとかってこうやって積極的に旅行行くとか服買うとかより、やっぱ旅行とかそういう経験に使った方が絶対いいよな。あ、お金の使い方ってやっぱこうあるべきやと思います。僕は経験にお金を使うっていうか、なんかサンフランシスコ大学の研究でも、なんか人って物買うよりこういう経験とかにお金使った方が幸福度高まるって言われて、物って形には残るけどやっぱ記憶には残らない。こういう経験とかにお金使ったらやっぱ刺激になるし、これ刺激を求めて生きてきてるからさ、だからこれからもあれやな、なんかこういう経験とかにお金使って記憶に残していきたいな。いや、笑わないでください。お金っていう言葉が出てきたから。何も映ってない。ハート作ります。ハートなってる。これ全然なってないと思う。ようや、まあ、俺という存在が眩しすぎて多分花火の明るさ見えなかったと思うけど。何の罰ゲームな、お前。え、別に俺怖くないもん。もう帰るや。お前行くとこまで行くや。どこまで行くん、これ。ちょ、ほんま嫌になってきた。ガチガチ帰る。なんでちょ、ほんま嫌。じゃあ肝試したいって言ってたやん。ちょ、お前負けた方って言ったやん。じゃあでもさっき一緒に肝試したいって言ったやろ。ちょ、もうちょい早く行くれ。ほんまに嫌やって。ほんまにやめろ。ほんまにガチ無理やって、お前。いいな。死ぬとか言ったら。おった、戦う。ちょ、待って、なんか、ちょ、待って、あ、LINE の通知や。LINE の通知や。お前、怖い。ちょ、お前、戻ろう。もういい、もうガチ戻ろう。なんだ、お前。今の音何？
温泉温泉温泉田舎で温泉温泉。はい、温泉にやってきましたってことで入っていきたいと思います。はい、まさかの貸し切り温泉です。最高イグ貸し切り温泉やばい、日焼けがもう真っ赤っか。はい、今お風呂上がったんですけども、バカ気持ちよかったっす。ってことで、帰っていきたいと思います。うん、はい、じゃあちょっとバンガロー帰ってきたんでね、今からじゃあちょっと楽しんでいこうかなって思います。そう、セミ出たんで退治していきたいと思います。この中に、セミが出てひよってるやついる？いねえよな。お前行ってやるぞ。お前行くぞ。お前いっぱいね、寝るとこはいっぱいあるんですけど、こいつがちょっと一緒に絶対に嫌です。僕と一緒に寝たいって言ってるんで、今日はちょっとここで一緒に寝ていこうかなって思います。やめていただきたい。ちょっとこいつね、ウィーレが雑魚なんで、今からちょっとボコボコにしていこうかなって思って。やっぱウィーレってね、マジサッカーやってる人が大事で、まあ、サッカー IQ が試されるんで、ボコに。じゃあ分かった、ウィーレで買ったらどけよ。ええよ言ったで。はい、じゃあこれもう切り替わったら、絶対に切り替わったらここに寝てるか、それとももう俺は全然違うところに寝てるか、楽しみにしてください。はい、反応見てもらったら分かる通り勝ちましたってことで、今日はここで一緒に寝たいと思います。まあ、僕も寝たくないんですけどね。はい、それではチャオーで、これは朝の日の寝につながります。はい、おはようございます。今ちょっと4時半なんですけど、多分なんか日の出と同時に僕たちがなんか雲の上行けるみたいなんで、ちょっと今日出るの待ってまーす。正直めっちゃ眠いでーす。はい、今ちょっと5時なんですけど、まあ本当やったらここから日出てくるんですけど、まだ日出てくる様子はないっすね。俺多分もう雲の上にいると思うんで、僕たち日出てきたら。はい、じゃあもうちょい待っていきまーす。あ、オフ最後のご飯屋さんにやってきましたってことで、はい、食べていきたいと思います。そう、はい、じゃあそれでは食べていきたいと思います。はい、ポン。はい、じゃあちょっと今あれキャンプから帰ってきたんですけど、届きました、ありがとうございます。これは実は視聴者の方からちょっと頑張ってるってことで、洗濯、まさかの洗濯機プレゼントしてもらって、お金ない中で頑張ってたんで、マジ助かります。お前ありがとうございます。このやっぱ洗濯機とかもらった分も、こうやって応援してくれるのって僕の力になるんで、これからもっと応援してもらえるように頑張っていきたいと思います。そういうのが僕からの恩返しになると思うんで、海外でサッカーするためにとかも、そういうのもちゃんとしてサッカー頑張ってるとか、また YouTube 見せれたらなって思います。じゃあとりあえず開けていきたいと思います。そう、はい、じゃあちょっとキャンプから帰ってきて、ちょっと洗濯機の設置とかもできて、また寝るだけなんですけど、まあ、とりあえず超楽しかったですね。はい、ってことでまた明日からも切り替えてね、サッカーも頑張っていきたいなって思います。じゃあそれでは今日は寝ようと思います。チャオー。あ、最後にチャンネル登録と通知音だけよろしくお願いします。それではまた会いましょう。チャオー。